りした。みんなラーメン部の人だって言って、何って思った。自分で定型文変えたんだった。もうありがとう。今日はサメカツナ公演でした。ラーメン部の人です。ありがとうございました。楽しかったです。今日も公演めちゃめちゃ楽しかった。私もびっくりした。うん、ありがとうございます。定型文変えた。髪型いい？今日ねお団子なんですよ。初めてかな、初めてではないかもしれないんだけど、今日はお団子でした。今日の公演はそう、めっちゃこうやってブンブン振っても崩れないお団子に仕上げていただきました。そう、土日も公演なんですよ。4公演です。初めてじゃないか、やったことあるか、やったことあったわ。うん、全然覚えてないけどね。そう、今日はねお団子やろうってずっと決めてて、昨日からお団子していただきました。はい、ありがとうございます。めちゃめちゃ大きいよねこのお団子。うん、2回目か。公演ね、楽しみです。今から遥村公演と遥村村民会議と井上さんの山田のここ空いてますよ公演、早くも2回目です。はい、シュークリームみたいってめっちゃ面白いんだけど、確かにシュークリームみたい。そして今日はね、もう早速いいですかね、今日はちょっと少ししかできないのでしょうね。もう早速今日はですね、皆さん皆さん集まってください、ショールームに。今日はね、今日は見せたいものがあるんですよ、みんなに。貯めます貯めます、じらします。集まってますか、ちょっとみんな集まってみんな集まって集合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 、集まってるみんな。はい、まだ見せないまだ見せない。斜め押しじゃない方も、皆さん集合です。もうね、すごいもの見せます今から。はい、じゃあ行きます。来たみんな。なんと今日ですね、3、2、1、てーじゃじゃーん、これは生誕アルバムいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しい、すごくないねえ、ちょっと見て、すごいよ。ありがとうございます。これ生誕アルバムでいいのかな。ありがとう、もうこんなに立派な、すごくない、この刺繍、これ刺繍、これ刺繍だよ、刺繍どうやったの、すごすぎる。こんなで素敵な、このね、なんか和風な感じね。ありがとう、生誕アルバムいただきました。ありがとうございます。もう大切に、もう大切に今日こうやって寝ます。ありがとうございます、本当に嬉しいです。紫とね、青っていう美しいカラーですね、おしさいカラーですね。そしてね、もうアルバムも読みました、もう先ほど
そう今日公演の時に受け取らす受け取いただきまして、ですぐ読んで、そう家帰ってからも読んで、で何回ももう読みました。本当にありがとうございます。めちゃめちゃ嬉しいです。初めてなので、これ初めていただきました、アルバム、セーターアルバム、これすっごいもうね憧れだったので嬉しいです。もう皆様からの愛を感じました。本当に嬉しいです。ありがとう、みんなありがとう。よかったよ、本当に生まれてきてよかったみんな本当にありがとう、超嬉しい。うんね、なんかもうめちゃめちゃこだわってあって、そうそうファンの方のメッセージがいっぱい書いてあって、そのメッセージカードもねめちゃめちゃ可愛いの。このイラスト可愛すぎる、こんなもう本当に可愛い、私より可愛い、うん、本当に嬉しい。そうそうそう、本当にねいろんな方のメッセージが入ってて、そうありがとう。うんうん、いいよ全然、日にちが経ってしまいました。いいよ大丈夫大丈夫、全然だよ、本当に嬉しい。うんうん、ありがとう、お手紙も入ってる、ありがとう。そう本当に嬉しい、もう本当に嬉しい。どこに飾ろう、見える毎日目に入るとこに飾ります。うん、大切に大切に、本当に嬉しい、もう超宝物、今読んでたわ。うん、本当に嬉しい、もうありがとう、本当に嬉しいよ、ありがとうございます。本当に改めてね、こうやって二十歳をねお祝いしていただきました、記念すべき二十歳を。はい、20歳のね私もよろしくお願いします。改めましてありがとう、本当にねすごい嬉しいです。よかった、うん、ありがとう、無事に受け取りました、ありがとう。ね、これからもよろしくお願いします。本当に嬉しい。はい。ね、ありがとう。よろしくお願いします。これからも。うん。頑張りますね。はい。ありがとう。めちゃめちゃ嬉しい、本当にね、こんなねこんなに素敵なアルバムをくださったのからにはもう私も全力で恩返しできるように頑張りますので、これからもよろしくお願いします。改めまして、うん、そうだね、アルバムちょっとさスクショタイムしておくね、スクショタイムお願いします。イエイ、ありがとうございます。いっぱい載せてねみんな、ね、いつもねツイッターに載せてくださってありがとうございます。はい、もうね大切に、またこれ配信終わったら読みます。そしてはい、もう一個お知らせです。ですね、3月4日明日からですね生写真が新しく販売されるんですけど、なんとチャイナ服です。はい、チャイナ服の生写真が発売されるので、なんとチャイナ服オフショットちょっと撮ったので、後で また明日改めて載せますので、チャイナ服ですよ皆さんの大好きななのでね、ぜひチェックお願いします。あとはセルフプロデュース生写真もまだ販売中ですし、はい、ですしですしね、みんな好きでしょチャイナよろしくね100セット
100セットくらい、もうそんな嬉しすぎます、そんな。はい、よろしくお願いします。ね、なんか SNS でとかメールの返信とかで生写真届いたよっていう報告もありつつ、いつも見てます、嬉しい。もうね、ツイッターすごい見てるからね、まあメールの返信とかもそうだけど、 SNS めっちゃ見てるのでいつもありがとうございます。うん、はい。そして明日は木曜日ということで、あ、 NGT48 ラーメン部の放送日です。明日出ます、私明日出ます、出ますよ、ついに。お待たせいたしました。いや、嬉しいですよ。見てくださいね、ついに出番が来ました。超嬉しい、うん、見てください、私も超楽しみ、よろしくお願いします。そうだね、3週ぶりだね、やったー。ね、本当にすごいです、すごいすごいです。なんか自分たち的にすごい、個人的に結構いい感じに、あの撮影ロケできました、うん、と思いますので、ぜひお願いします、お楽しみ。そう、どこでしょうね、明日お店はどこでしょう、お楽しみに。自信ありですね、結構、うん、まあでもね、オンエアを見ていろいろまた反省点とか出てくると思うので見ます。うん、今週はつかみウィークだね。嬉しい、そうだね、そうだねっていうのはあれだけど、今日公演で明日テレビで、金曜はYouTube ありまして、土日が公演、土曜日はホーム開幕戦でもありますね、超楽しみ、うん、ね、劇場公演にたくさん出させていただけるので本当に嬉しい。あ、ギフトありがとう、いっぱいありがとう、ひな祭りのギフトかな、ありがとうございます。お忙し、確かに公演ね、お忙しですね、ありがたいことです、うん、ね、本当に、あ、ありがとう、ありがとう、ギフト、今日はねちょっと15分だけやります、すいません。そう、この後メールとかも送りたいのでちょっと短めなんですけど、すみません。そう、お話し会ももうすぐなんだよ、本当に嬉しい。4公演始め、いや体力ね、体力ね、どう、でも大丈夫だと思いますよ、うん、どうなんだろう。そう、土日の連続初めてだよから私、まあまあ大丈夫だよ、大丈夫大丈夫、みんなの応援があるから全然大丈夫、うん、そう、ギフトありがとう。そうだね、ヤヒも、そう、ヤヒも4公演ですね。でも土曜日はあれですね、ドラさんとのドラさん公演と一緒なので、チカナと帰りがすごい大変だと思うけど、うん、応援します。4公演頃の私逆にハイになって、いや、わかる、私あるあるだよねそれ、全然生きてる、余裕で生きてると思う。本当に楽しみだわ、うん、ぜひね DMM さんでご覧ください、ありがとう、ギフトありがとう。これなんだろう、このなんか お菓子。うん、そうね、もう体力つけないと。
うん、ありがとう。あ、コンペイトーか。そうだ、名前どうするした、コンペイトー、コンペイトー、ギフトありがとうございます。いつもテンション高いですよ私。ドラさんのグッズめちゃめちゃ可愛かったね、今日見たけど。夜な子は着てて可愛かった。あとトートバッグとかめっちゃ可愛かった。私も欲しい。ロンティーよね、ロンティー。ありがとうございます、コンペイト。すごい、そこエンドレスで落ちてくる。ありがとうございます。はい、ということで今日の配信はこの辺で終わります。白飛び。はい、ありがとうございました。じゃあまた配信する、明日配信するので来てください。ありがとうございました。またね、おやすみ、バイバーイ。ありがとう、生誕アルバム嬉しかった。ありがとう。おやすみなさい。